もしもセルとベジットが戦うとこうなる。悟空は一日戻れるやつですぐ帰ってきてます。トランクスも本当は聞いてないけどね。当たったのはトランクスか。なぜ私が生きているのか驚いているようだな。いいだろう、教えてやる。私の中には小さな塊がある。その塊が破壊されない限り、この体は再生され続けるのだ。自爆で壊れなかったのはすごい、ね、再生された時、この体はただの完全体ではなく、孫悟飯のようにはるかにパワーアップしていた。これはおそらく生死の狭間から救われた時、大きく力を上げるというサイヤ人の細胞がそうさせたのだろう。それに私は孫悟空の瞬間移動も学習できた。つまりより完璧になって帰ってくることができたのだ。孫悟空は私を倒すどころか、いろいろプレゼントしてしまったようだな。貴様、よくも、トランクス。うん、よっしゃ、ベジータとカカロットが合体してベジットってとこかな。では合体セルジュニアも引き付けてるのね。ということはビッグバンアタックが有効だっていうこと。怖いな、終わりだ。もっと本気を出させてほしいもんだな。